疲れたよ。髪色は抜けてきたね。でもこれぐらいがちょうどいいよ。真っ青すぎてもあれだし。可愛くない？今の色好きだわ。この色が永遠に続けばいいんですけど、まあそんなことはなくてですね、きっと数日間で抜けてしまうんだろうなと思うと心が本当に辛くて辛くて息もできないぐらいになってきましたけれども、うん、まあ抜けたら入れればいいだけだよね。最近に影響されてスタバのクレームブリュレって飲みました。いいね。なんかあれさ、甘いんだけどホワイトモカぐらい激甘ってわけでもなくて、ちょっとちゃんと苦味もあるじゃん。なんていうの、クレームブリュレっていうだけあって好きなんですよ。頭爆発してきたの。オツ爆発してます。はい、疲れました。眠いです。だがしかし、まあなんとかなったので、まあよしとしましょう。髪の毛が跳ねております。この色になって結局その色落ちが嫌なので、必要以上にアイロンしたくないわけですよ。人に合わない日はアイロンしたくないので、そう今日は髪の毛を溶かして寝癖直しで直して溶かして跳ねたところをちょっとピン止めで止めて押さえてってだけやったんですね。なので、はい、いい感じに髪色キープできておりますが、ボサボサです、ごめんなさい。跳ねております。ハンターハンターのキャラにいそうな色だって。ハンターハンターさ、なんかさ、あらゆる人がおすすめしてて、私の周りでね、絶対に見た方がいい、読んだ方がいい、あのファンの方も言ってたのよ。私が漫画とかアニメ、あ、漫画じゃないか、アニメにハマった時にハンターハンター見てますかって言われて、でなんかそのハンターハンターって何が面白いかって、そのストーリーとかもそうなんだけど、なんかあれは本当に見るべきこととか教訓になることがたくさんあるのって言われて、みんなが口を揃えて同じことを言うし、よくあの X とか、あとなんだっけ、インスタとかでもなんか男性女性問わずみんなおすすめしてるのを見てたのね。そうで、なんか YouTube とかもなんか絶対に、あ、ごめんなさい、絶対に読むべき漫画、絶対に見るべきアニメみたいなやつで入ってて、割となんかそう、スラダンとハンターハンター見てたから、スラダンは一回映画バーンって見るためにちょっとまあ見ておけば内容ざっくり把握できるかなで一歩踏み出したんですよ。でハンターハンター長いっていうのがあって踏み込めなかったんだけど、ちょっと踏み込み始めまして、最近一気見まではできてないんだけど、本当にガチ最初だけ入りましたよ。大竹ひとみハンターハンターちょっと踏み込んでみました。でも面白い、面白いんだけど、今見ていただくとおり大竹ひとみさんボロボロなんですよ。頭を使ってボロボロで、あのアニメ見出すと寝ちゃうのね、本当に。よくない。そう、良くないんですけど、あの30分のアニメ3話見るだけで眠くなってしまうという問題がありまして、昔ほど一気見ができないんですよ。うん、昔はよう一気見してたんですけどね、2、3年前のあの頃の私は目しょぼしょぼになっても見えてたんですけど、最近は寝落ちしちゃうので全然進みません。でも面白いなと思って見始めたよっていうのが、そう、ハンターハンターっていうコメントを見つけて今言いました。小さい頃、本当に小さい頃、あのディズニーチャンネルとかアニマックスとかカートゥーンネットワークが好きだった時代に、 CS かな、あれは、そう、アニマックスずっとつけっぱにしといてハンターハンター合間見てたんですけど、
なんか設定とかどういう物語かっていうのは知ってたんですよ大体。でも最初からこう通してみたこと、ストーリーを続けてみたことがなかったので、なんかねちょっと最近見始めてみたりっていう近況報告だったりなんだりします。はい、そんな私の最近です。本読むのが苦手はね、漫画もそうなんですよ実は。そう、漫画も苦手で、本が読めない、漫画が読めない、びっくりしちゃうよね。そう、パカッこれが下がってくるんだよな。そう、なので私はアニメ派なんですよね。うん、そうなんですよ。俺もいろんな人におすすめされてる。え、そうなんだよね、いろんな人におすすめされている。うん、ね、ワンピースも言うよね。そう、ワンピース、ハンター×ハンター、スラダン、全部並んでおすすめされるけど、全部重くて一気にいけないよって。そうね、まだ完結してないよね。てか、なんなら私のイメージ、ハンター×ハンター、全然進まないイメージがある。そう。なんか、休刊？救済？なんていうのかな。そう、から、なんか次が出たっていうのでなんか X が湧いてるイメージがある。始まった、あ、止まった、始まった、止まったみたいな。そうそうそう、ね、それよく見ます。ワクワクする漫画だと思うね。ワクワクする漫画アニメいいですよね。そう、漫画は無理なんですよね、アニメで見てるんですよ。そうなんですよ、漫画は読めない。カートゥーンネットワークスのワークとアニマックス反応してる人がいて嬉しい。結構伝わらないネタだったりします、これ。なんかカートゥーンネットワークとアニマックスとディズニーチャンネルとか、このなんか見てた人が結構同学年で少なくて。映画眠くならないの、うーん、映画はなんなら見るときすごい勇気がいる。家でネットフリックスとかで映画を一本見るっていうのは私にとってすごいなんか初めの一歩がもう重すぎて足かせ50キロみたいな、そんな気分です。はい、映画館に行ったら見られるのよ。そう、映画館に行くってわざわざ映画に行こうって気持ちで行ってるから頑張れるんですけど、ネットフリで映画一本見ようって時はもう相当覚悟して行ってますね。相当覚悟して。映画館はでもフラッと映画館入ることない。あの、暇つぶしで2時間あるから暇つぶしで映画1個はできない人です。そう、映画を見るならもう前から予約していかないと頑張れませんね。うん、コナンくんはねずっとね小学生の頃から見てた。あのね、母親が好きで1巻から漫画が全部あって、でもなんかどっからかやめちゃったな。そうですね、こんな感じ。コメントはちょっと自分が読んでたらすごい溜まっちゃった。吉平さん800回目の訪問ありがとうございます。 Thank you、 800回目ありがとう。 Thank you、 800回、あと200回の1000は無理かもしれないけど、いっぱい見に来てくれてありがとうございます。ナルトね、ナルトね、ナルトね、ナルトアニメチラッて見てた。あ、やばすぎ、田内先生がなんてこったって言ってる。やばすぎ、文章漫画が読めない大竹ひとみさん、田内先生に食らわせてしまってごめんなさいの気持ち。
田内先生ごめんなさい、田内先生が描いた漫画だったらちゃんと読めると思うので大丈夫です、ご心配なさらず。大竹ひとみさんは田内先生のために漫画が読めるようになろうと思います。強い一発を食らわせてしまったみたいで、無意識に、それもあの私がものすごくコメントを遡って読んでたらしく、今になってそのコメントに気づく時差、ごめんなさい。なべとらさんありがとうございます、隅っこ暮らしのでっかいのありがとう、嬉しい。こんばんは、ひとみちゃん珍しくすっぴんだって。最近は珍しいかもしれないんですけど、ショールーム生活でいうと珍しくない、ほぼすっぴんでお送りしています。さおりちゃん600回目の方もありがとうございます、すごいありがとう、インダーレジいっぱい来てくれて、私のショールームにいっぱい覗いてくれて、来てくれてありがとうね。こんばんは、やっほー、こんばんは。田内先生のはい押せる久しぶりに聞いた。私のダメです、なみに久しぶりにはい押せる聞きました。こんばんは。YouTube の広告で流れる漫画を買い漁ってる余分は私です、だって YouTube の広告と X の広告とさ、なんかいろんなところに漫画出てくるよね。でもそういうところでさ、なんかいやわかる、気になるよね、気になって検索かけちゃうのもすごいわかるから、あれって効果あるんだなってすごく思う。うん、漫画が読めない人でも私んちとか読みやすそうだね、あれ読んでたわ。カードキャプターさくら懐かしすぎんか、やば、名前が懐かしいのがいっぱい書いてある。インスタのストーリーに漫画の広告は出てきたことないかも。やっぱあれってすごいね、なんか一人一人に合った広告を出してくるんだ。私美容関係とかめっちゃ出てくるもん。そう、もう一生出てくる。あと検索してもないのに一生脱毛の広告出てくるわ。どこでもそう、ゲームもそう、私別にさ脱毛検索かけてないのにさ、どこにもどこでも脱毛、ほんと困ってます、困ってないから困ってます。928日連続配信ありがとうございます、928ありがとう。ありがとうございます。 AKB メンバーばっかりかな、フォローしてるから美容めっちゃ出てくる。確かにね、確かにね、女性とかファッションとかに興味があるって思われるよね多分。ふえお願いします、天城さんあげるので脱毛してくださいのやつよく出る。え、それな、6万円分プレゼントするので急いでくださいみたいな。全国的に枠が埋まってるのにあなたの住んでる地域ではまだ枠が余っておりますみたいな、来てください。あなたの周りではまだ予約枠が余っております。いやあれね、多分ね同じ会社のやつは男性女性関わらず流れてると思いますよ。島生まれ24歳の方必見みたいな、なんで出てくるの、怖いよね、あれ全部わかってるやんって思う、怖すぎマジで。
そうそうそう、激コア。それこそさ、なんとか区とかさ、なんとか市とか、そこまで限定して出てくるやつあるよね。激コアなんだけど、位置情報切ってんだけどな私。あね、怖すぎ。あれで焦ってやらなきゃってなる人いるのかね。どうなんだろう。私もそれずっと考えたことあるんだけど、例えばなんか脱毛とかって結構もうみんなやってる人とか多いし、やらない人はもうやらないって決めてると思うの、どんだけ広告で。でもなんか商品とかでなんか気になるものがあるとするじゃん。何が気になるって例えるといいんだろうな。まあでもなんか痩せたいって思ってるとか、まあ、ダイエット系で思ってて、なんか楽に痩せたいなみたいなとをするじゃん。楽に痩せたいなって本気で考えてて、あとは運動してるのに全然痩せないとか、もうこれ以上痩せないと思ってた時に、例えばなんかサプリとか漢方とか医療のとか、そういうので広告出てきて、今なら 50% オフとか 70% オフバーンって出てきて、絶対効果ないやんって分かってる自分もいるけど、一旦なんか1000円だったら、1袋1000円だったら飲んでみてもいいかなって考えちゃうタイミングとか、多分夜中 SNS 見てそれが流れてきたら、本気で悩んでたら多分止まっちゃうんだと思う。一回止まって見てみようかなみたいな。で結局頼まないんだけど、一回そこで立ち止まってページ開いちゃってるから、もうその次の日から広告はずっとダイエット関係が流れてくるとかね、そういうのはある気がするね。そうありそう。なんか定期購入じゃなくて、一回から今だったら何パーオフですみたいなね。でもなんかあからさまにその広告が危ないやんみたいなやつあるじゃん。みんな気をつけてね。みんなは大丈夫な気がするけど、うん、私のファンの方あんまなんか大丈夫かなって人パッて出てこない。みんな大丈夫そうな人しかいないけど、うん、そうそうそう。ねえ、痩せる系のサプリは普通にドラストで売ってるやつでも疑ってる。そうね、結局でもなんかサプリはちょっと危ういけど、なんかその漢方とかで代謝を上げるとか、なんかそれで水分出してむくみを落として、その太りにくくするとか、そう、そういう効果では意味があると思うな。私はそれを飲んでた方が代謝が良くなって痩せやすいというか、顔がパンパンになりにくいとか、足がパンパンになりにくいとか、それは効果があるなってちゃんと感じてる。そうけど、なんだろう、なんかそれを飲んだから何キロ痩せたはマジでないと思うただやっぱり着圧タイツを履いといた方がやっぱむくみにくいし、漢方とかサプリとか飲んでた方がそう締まっては見えるよね。パッと見た目では多分痩せて見えるとは思うけど、お腹周りとか足周りが圧倒的に5センチ細くなって見えますとかはない気がする。だったら根本痩せてないけど、その日痩せた風に見せるための補正下着とかつけちゃった方が早い絶対。そう、何かに向けて痩せたいんだったらコルセットつけちゃうとか、そう補正下着つけちゃうとかのが早い、絶対手っ取り早いわでね、結局楽に痩せるはないと思うね。いらない広告を消す方法を特別に1万円でお教えしますよって危ないコメントを田夏先生がしていますね危なすぎ待って、カッコン糖飲むと風邪で仕事休みたい時も治るから困る、めちゃめちゃおもろいやん
めちゃめちゃおもろいやん。風邪で休みたくても治っちゃう、そんだけ効果あるんだ、すごい、ね、でもわかる、なんか気持ちぐらいかなみたいな、なんだっけ、あのプラシーボ効果だっけ、プラセボだっけ、わかんない、わかんないけど、じゃないけどね、栄養ドリンクとかカッコン糖みたいなやつとか、あとなんだろう、高麗人参みたいな、ああいうやつだったり漢方だったりっていうのは割と効果感じる。私もないと翌日起きれないとか全然ある、疲れてる日。多分やけど、チャキがこれで痩せますっていうサプリ紹介したらわしら秒で買いそう。まあ確かにね、私悪いものは紹介しないというか、うん、おすすめとか美味しいよとか私の感覚で思ったやつは割とどこでも言うから。プラシーボね、プラシーボ効果めちゃめちゃ書いてある面白い、かぶり方面白いんだけど笑っちゃったやんはははって笑っちゃった。漢方病院でも処方されますもんね。そうそうそう、え、だからなんかあれはちょっと気をつけてほしいなって思うやつあるわ。なんだっけ、防腐痛症さんだっけ、あれ体に合わない人合わないみたいだから、なんかあれ結構お腹周りの脂肪を落とすっていうので薬じゃなくて漢方として有名だよね。そうなんだけど、体質に合わないとすごいなんかこうお腹壊したりとか大変らしくて、トイレ近くて大変とかなんか聞いたわ。そう、ただそれが効果あってちゃんと痩せ体質になったっていう知り合いもいる。うん、でもなんか漢方だからこそ手軽に買えるのよ、薬じゃないから。薬局とかにもう普通に売ってて、瓶とかで1ヶ月分とかでゴンって置いてあるから誰でも試せるんだけど、なんかね結構いろいろね、何でもそうか、栄養ドリンクレベルでも体質あるもんね。私も1回悩んだのよ、なんか痩せたくて、そう落としたいなとか体重落としたいなって時にこれも一緒に飲んだ方がって思ったんだけど、なんかずっといろいろ調べてたらなんか怖くなってやめた食べ物のおすすめ探しまくってます。私からの食べ物のおすすめ、最近何があるかな、最近食べたこれ美味しかったってやつ出てないな。突破大がおすすめしてたカントリーマームのアイス美味しかったです。だってカントリーマームのアイスあれ絶対美味しいよね、カロリー爆弾でもいいわウフ勉強受験勉強でミンミンダハみたいな、あー効果あるんか、どうなんだろう、飲んですぐではないだろうね。私あれカフェインがダメだった、体質に合わなかったんだけど、即効果ってわけじゃないだろうな。エナドリとかもそうだけど、酵素ね、酵素は私飲んでない。最近アイスどう、最近は普通のモーとホワイトの方のバニラモナカジャンボと板チョコアイスとミルキーアイスはストックしてたんだけど、最近ミルキー開けちゃって、で今悩んでる、買うの悩んでるアイスがあって、なんだっけ、この前ブックマークしたんだけど、あれだ、生チョコアイスだ、セブンの生チョコアイスが意外とカロリーが低いのに美味しいって噂があるんだけど、なんか私カロリーが低くて美味しいってあんまりなんかいい思い出なくて、美味しいやつ、カロリー高くていいから美味しいやつ食べたいんだけど、
どうなんでしょうか、セブンの生チョコアイスって美味しいのかな。それであれだったら全然もう板チョコアイス2本とか食べるんだけど。うん、700誰ですか。リリヒトさんが700回目の本をありがとうございます。キリ番いっぱいありがとう。これからもいっぱい来てください。カントリーマームのカロリーアイスカロリー265、そんなの2個食べれるやん、最高。やばすぎ。セブンの生チョコ気になるよね。チョコマナカジャンボ増量中で買ってしまった。わかる。え、あれって増量中になると中の板チョコが増量するんだよね、冬になると。確か、え、全体がだっけ。でもさ、チョコモナカジャンボって確かさ、夏と冬でさ、モナカの生地変えるんだよね。なんかさ、森永さんだっけ、あれ出してるの。どっかで見たんだけど、なんかパリパリ感が若干しっとりみんなのとめっちゃパリパリなのと季節で変わってるって言ってなかったっけ。それってモナ王かな、違うかな。私なんかで見たよな、モナカの生地変えてる。なんでこんなアイス語れるんだろうな。糖質オフのお菓子は美味しくないって書いてあるけど、私素直だけは美味しいと思ってる。素直って英語大文字で書いてあるアイスとかクッキーとか売ってるんだけど、素直だけはあれはちゃんと美味しいなって思って、そう買ったことあって食べたこともあるんだけど、でも素直を食べたいよりチョコモナカジャンボを食べたい日の方が多い。はい、そうなんです。そうそうそう、健康診断ね。私健康診断っていう健康診断受けてないからさ、なんかいつだか行こうとは思ってるんだけど、内臓脂肪とかやばそうなの、大丈夫かな私。パッと見そんなデブって感じの腹とかしてないと思うけど、内臓脂肪つきまくってんじゃないかなと思って怖いです。変わりますね、パリパリ具合変えるってテレビで見た。同じテレビ見たんじゃない多分ね。チョコモナカジャンボのさ、モナカ部分変えるんだよね。そう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 、そうなのよ。素直のページ見てたらお腹空いてきた。だよね、アイスなんて何個あってもいいわ。コンビニにあるなんかあのさ、アイスが入ってるさ、でっかいやつあるじゃん、うん、あの クーラーボックスみたいな、はい、あれ置きたいです。事務所で検診ないの、だってそういえばないね。大丈夫。私そういえばないな。大学でやってた、大学通ってた時は毎年健康診断受けしたけど、血液検査までの検査してないから。なんかでもなんだっけ、1年生と4年生はそのレントゲンレベルまでやる。レントゲンなんだあれは、分かんない。そういうのもちゃんとやるみたいなのはちゃんとやってたけど、なんだろう、そう、精密検査してないから、病院でちゃんとやる。そうそう、個人事業主扱いだからないのかも。だってやばすぎ、配信で言うことなのかこれは。そう、まあまあこれからは自分でやるわ。毎年受ける、全然受けます、ちゃんと受けますね、ちゃんと受けた方がいいよね。血液ドロドロだろうな。
大丈夫かな、どうしよう、私の血液ドロッドロだったらどうする、なんかマックの油流れてますみたいな、ありえそう、どうしよう、私の血液がマックのポテトの油並みにドロドロだったら、あんた大丈夫だって、嘘だって絶対本当にみんな私のことをねよく見えすぎよ、それサウナ控えましょうって言われたら岩盤浴に行ってやる、こういうの一番良くない、25まではなんとかなる、本当30近くなったらやばい、気をつけるね、そんなに悪い自覚あるの、うん終わってるもん、いろいろ、だってどう考えても食生活と睡眠と、なんていうの、自分の生活リズムだったり終わってるもん、健康診断以前健康診断行く前に不健康なの分かってんだけどえ、そうだからなんかみんなが言う通り、その若いから大丈夫ってだけで、若さに頼りすぎてる、若さもやっぱ体の中は限界が来ると思ってるからね、外が良くても中は終わってるわ、多分気をつけます、定期的にやっぱり運動を取り入れるべきだと思うし、なんだろう、なんか自分はその足りない分の栄養素、食事で足りてない栄養素をサプリとかそっちで取ってはいるんだけど、やっぱり食事から取るべきだよなっていうのもすごく分かってはいて、うん、それなりに気をつけてはいるんだけど、うん、以上。ザルうどんのかやちゃん500回ありがとうございます、すごい、500度目ましてめっちゃおもろい、すごいね、500度目ましてありがとうございます、最近ジム行けてなくて、理由は外反母趾が痛すぎて歩けなかったの普段なんだけど、コンサートリハ期間が終わってしばらくしたら、靴履い普通の運動靴でなんかそのスーパー行くとかコンビニ行くとか街中を少し歩くレベルは痛くなくなったの、だからそろそろ走れそうかなって感じ、そろそろ走ったり運動したりができそうかなってって感じでジム復活させたいと思ってる、しばらく休んでた、すごい気持ちは走りたかったんだけど、もう本当にしばらくは靴を履かなくても、家にいて靴下とかも履いてん、ただの素足で寝てるだけなのに足が痛くてどうしようもなかったから、今でもなんかこうある一定の指の動きをするとすごい神経みたいなところが痛いんだけど、そう、もう少しずつ復活させたいね、走りたいんよ、気分は早く走りたい困ったもんよね、でもまあしばらくしたらヒールとかも履かなくなると思うので、自分の体は自分で守っていこうと思います、そう、もうなんか普段の生活から直していくしかないみたいだよね、そう、靴合うのにしないとで、幅広の靴しか履けなくて、サンダルとかも普段はなんかあの前側
が広いやつとかベルトで調整できるものとかそういうのしか夏履いてなかった。そう、先の細いとかヒールとかマジで今年履いてなくて、そう、もう十分です。それで少しずつ良くなってるので、ヒール履いて踊るってちょっと考えられない。そうだよね、え、そうだよね、うん、私もなんか自分で思う、この高さのヒール履いてよく踊ってるなってアイドルってマジで健康が一番大事な気がするわ、全てにおいて。うん、なんかその踊るとかそういうところももちろん身体的にも大事かもしれないけどね、なんかやっぱ人と接触することが多いというか、なんか女優さんとか歌手の皆さんとかもちろんそうかもしれないけど、アイドルってやっぱそのイベント関係はそういう方々より多いじゃないですか。直接こうファンの方に会ったりなんだりとか、そういう現場に赴くことっていう多数の人と会うことも多いからこそ、体調が悪くなったりとか怪我をしてしまうといろんな方に迷惑がかかるよなとか、なんかこうがっかりさせる多数の人っていうんですかねを一度にがっかりさせることが多くなっちゃうなっていうのはね感じるからね、健康第一なんよ、体も心も、なんだろう、内臓とかそういうところもね。じゃけプライベートでヒール履いてるイメージないわ。うん、履いてない最近。なんか高さ出したい時は厚底履いてるかも。うん、そうね。てか全職業健康が大事だと思う、まあ、言ったら人間にとってみたいなとこあるね、人間にとってよ。いつから足そうだったかって言われると、でも1年以上前から若干危ないっていう風には言われてたんだけど、もう痛みがひどくなったの今年の春ぐらいかな。そうで、チームコンサートあたりでちょっとありえん痛みを感じたんだけど、なんか筋肉痛とか神経痛とかそういうもんだと思ったのね。なんか正直あるし、ちょっとひねったかなとかちょっと捻挫っぽいだけかなと思って湿布貼ったりするだけで放置してたら、なんかその時そのコンサート当日に見てもらった方になんか大丈夫みたいな感じになっちゃって、あれもしかして私が思ったよりも悪化しているのではないかと思ったら、そうあれあれあれっていうそうあれあれあれって感じです。あれあれあれどうなんだろうね、まあ、もともと運動してなかった人間がこういう風に動くようになったからとか、扁平足なのもあってっていうのはありそう。なりがちなんですかっていう、アイドルってなりがちっていう、外反なりがちみたいなコメントあるけど、そうそう、人によると思う。全然違う子もいっぱいいる、うん、歴が長くても浅くても。ねえ、体も心も大事よね、本当にそう、本当にそう、みんなもそう。心の健康と体の健康ってマジでつながってると思う。
なんか心が病むと熱が出たりするし逆に熱出たり風邪ひいて喉が痛いとか、なんかこう不調が続くと、なんでこんな大事な時にって言って心が病んだりするし、うん、ねっ心の健康は難しいけど、なんかストレスを逃すやり方っていうのを自分なりに見つけることがすごく大事だと思うな。いろんなところで、なんか何で、なんだろう、何でストレス発散してますかとか、ストレスの発散方法は何ですかって聞かれるし、まあ、普通に友達同士で話しててそういう話題になることもあると思うの、みんなも。そこで何もないわきついよね、普通に。きっとそれぞれなんか無意識にやってることもあるんだろうけど、そうそうそう、ねえ、AKB でストレス解消はそれはそうビギナーさんも、おいおいおい、え、そうそうそう、なんか配信見るとかそういうので、こうなんだろう、簡単にできることもめっちゃあると思うし、なんかなんだろうね、コメントにあるのだと、食う寝る遊ぶ、うん、もう正解正解食べることもお酒も絶対悪いことじゃないもんな。まあなんか飲みすぎでこうなんだろう、それこそさっきの健康診断じゃないけど、メタボ体質とかでいろいろ言われて大変なことになるのは自分に返ってきちゃうと思うけど、絶対ね、ある程度必要だよね。確かに溜めない方に全振り大事。うん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 、私の一番のリラックスタイムか、寝る。なんかサウナとかもちろん好きだし、趣味の一つだし、音楽聴いたりとか猫と遊ぶとかすっごい大事なんだけど、寝る他ない。うんなんかね、寝るっていうか寝ちゃうんだよね、ストレス溜まったりすると起きれなくて。なんか寝て発散しよう、明日はいっぱい寝るんだとかじゃなくて、起きれないっていうそう、目覚めないのよ、十何時間とか経っても一生眠くて。そう、体が睡眠を欲するらしい、私はストレスが溜まると。たけちゃんの配信は息抜きというより息継ぎだって。ありがとう、すごい、もう生きるために必要めちゃくちゃ寝てそう、寝るのは大事。そうなの、本当にそう、起きれないんだよな、寝ちゃうんだよな、不思議だよね。寝るのがもったいなくてあまり寝ないはね、全然いる。うん、よく聞くよ、もったいないっていうよね。寝てる時間があったら出かけたり、なんかいろんなことやりたいっていう。でもそれはすごくアクティブな方で、それもそれでいいと思う。逆に寝るのがストレスだろうから、いっぱい寝るのがストレスになっちゃうんだろうから、いろんなとこ遊び行ったり
食べに行ったり人に会ったりするのがいいんじゃないかな。深い眠りにつけないので羨ましい。深い眠りね、なんだろう、なんかでもきっかけがあったんじゃない、浅い眠りになっちゃう。今の時期何かで忙しいとか、ちょっと前になんか大きなことがあったとか、これから準備しなきゃいけないことがあるとか、そうじゃなければ自律神経系だろうな。ね、でも分かるな、なんかその今日こそ早く寝ようって思っても日付が過ぎて朝になってとかは全然ある。すごく分かる。私は無理やり寝るのすごい難しい時、本当に良くないやり方だけどマジで1日オールしちゃう。うん、さすがに2日目眠いから、もう朝まで起きてしまった日にはもうそのまま行ってアクティブに過ごすんで、絶対その日の夜には眠くなるからその日から戻す。そうね、睡眠にいい靴下、靴下とかが寝るとき苦手っていうんだったら一回アイマスクとかやってみたり、耳を温めてみたり、なんだろうな、やっぱ携帯ブルーライトだよね。睡眠時間ギリギリまで使ってると目冴えちゃうし、あと自然と夜ご飯の時に緑茶とか飲んでるとカフェイン摂取して目覚めてる可能性もあるし、そうね、あとお風呂入るのが早すぎて、その温まった後にこう寝やすい体温も逃してるとかね。そう、こう寝やすいタイミングを逃してしまってるがゆえに体が目覚めてるとかありそう。あとなんだろうな、まあ、お酒の力で寝るときありますってコメントもまあわかる、全然ある、全然ある。緑茶マジで寝れないよね、すごく共感します。本読むと寝られる。あーそうだね、この本もなんか電子じゃなくて普通の本の方が良さそう、めくる方。オールしてもそれなりに平気なのはチャケちゃんぐらいの年齢までかも。確かに。それはそうか。遠征民だった時よく寝ないで運転して握手会行って夜中戻って仕事とかようやったわってね、本当に居眠り運転しなくてよかった。お酒血圧が上がって逆に寝れません。ああそうなんだ、血圧多分上がる感覚そのあるけど、そっからスンって冷めるとき一気に寝れるから、そう一回頼りがちになっちゃった時があったけどやばいと思って、寝るのにお酒に頼る生活はまずいと思って直した、さすがに。そうなんか今日はっていう日はあってもいいなって思うけど、なんかそれが連日だったら絶対まずいなと思ってやめた。そうなのよ、なんかピリピリしてるんだろうなって思う、そういう時なんか寝なきゃみたいな、何も、ね、寝れない、どうしよう、眠くない、どうしよう、どうしようみたいなね。
そう、今日もはダメだよね。次の日むくみますからね。もうパンパンよ本当。何回も言ってるけど、私はむくみ体質でもあるので、人よりむくみやすいので、食べ物でもお酒でも翌日もう目が埋もれてますから、パンパンです。たけちゃん、旅館とかの出先でも変わらず寝れる？寝れるね。基本寝られるんだけど、なんかね、ベッドとか枕は別に何でも寝れんの私。ほんと最悪立っても寝れるくらいの人間だから。なんだけど空調がちょっと苦手。うん、空調の調節がうまくいかないと厳しいね。だそれで言うと、なんか相当寒かったり暑かったりしないときはもうエアコン切りたいって感じで、必ずホテルは乾燥して喉やられるのでマスクは必須です。うん、そう、普通のマスクでもいいし、喉ぬるぬれマスクをちゃんと一泊なら一泊、二泊なら二泊用で何枚か持ってく。それはね絶対やってる。乾燥してるなって感覚はすごく感じるから。あと可能であればその部屋に空気清浄機とか加湿器置いてくださいっていうのは毎回言ってるかもしれませんね。それがどうしても無理な場合というか、プラスしてやってるのは、浴槽がある部屋だったらお湯張ったまま寝てます。お湯張ったまま浴室のドアを開けて寝てるね。タオル濡らして干してもマジですぐ乾く。だからもう浴槽に水張ってガンガン開けてやったり。そうそう、あんま共感がないけど同部屋が寝れない。あーそうなんだ、同じ部屋に人がいると寝れない。おーそうだな、眠気の方が勝っちゃうから私は。でもなんだろう、多分その意識を飛ばせるのはノイズキャンセルのイヤホンつけてアイマスクしたら別世界に行ける。でもダメなんだろうね、きっと人がいるって感覚がダメなんだろうから、そういうことじゃないんだろうな。うん、お湯張ってドアをガン開きやる人がいた。だよね、タオルはすぐ乾くよマジで。タオル濡らしてかけとくとか、それがでっかいバスタオルだろうがバスローブレベルのものだろうが、そう濡らして置いといてもなんでってぐらい乾燥してるよねホテルって。そうそうそう、だからなんかそれを感じるのが、なんかお家でお風呂入った後はちゃんとタオルで髪の毛乾かしたりとか体拭かないと、なんていうの、水滴残ってるのに、なんかホテルはお風呂出た瞬間乾かない。なんかさっきちょっと拭いただけやんっていうレベルで、そう、え、もう体拭けたみたいな。で髪の毛もなんかタオルドライしてちょっと何々やってからドライヤーかけようぐらいに思って戻ってきた時にはなんかもうあれ割と乾いてんのみたいな。そう、え、私って乾きにくいとか毛量すごいはずなのになんでもこんな乾いてんだろうって思うぐらい乾燥してる。ちゃんとテロップに沿った話してておもろい。だって本当だ、乾燥しすぎです。戻ってきたわ1時間かけて。やばすぎ。最近お水飲んでる。麦茶じゃなくて。ああ。
まあ部屋加湿器つけてるのに乾燥してるわ。でも加湿器つけなかった時 35% とかまで落ちたのに今 44% まで上がってるから加湿器意味あった。頑張れ頑張れ。ね、なんだかんだ水が一番体にいいよね、いろんな意味でね。ね、普段はねミネラル補給しなきゃとかそういう時以外は水が一番だよ。体はほとんど水だから。息子のために寝室にも加湿器買おうと思ってんだけど、おすすめある？だって、あー、なんだろうな、でも私が家で使ってるのはマジで安物だからこれを全くおすすめしないんですけど、あの私が風邪ひいた時に実家で使ってすごいちゃんと加湿されてると思ったのはプラズマクラスターだった。やっぱシャープかなのプラズマクラスターの、私が使ってたのは加湿機能だけだったけど、なんか空気清浄機能もあった方がいいと思う。あの実家のリビングはね、あれダイキン使ってんだよね。ダイキンだよね、斜め三角形みたいな。そうでもあれもなんか猫がはしゃげばやっぱりホコリマークつくし、あの花粉がすごい時に花粉モードにしたら目が楽になるっていう感覚はあるからちゃんと機能してるなって思う。でも他の会社のやつを使ったことがないから比較しようがないんだけど、でもそのシャープのプラズマクラスターとダイキンの大きいやつはどっちも効果を感じた。うん、でもちょっとお値段高いんだよね。やっぱり有名なところでもあるし、メーカーさんのでも信頼が私はすごいから高い方買った方がいい気がするな。やっぱダイキンいいよね。ダイキンいいよねって言ってる方は他にもいる。そうね、加湿器よりやっぱ空気清浄機付きのがいいね。空気清浄除加湿空気清浄機、まあ高いんだけどなんだかんだ最強だと思います。一回それ買っちゃえば一年中使えるもんね。まああとはなんか掃除のやりやすさとかいろいろあると思うけど、なんか掃除しやすさなんとかっていうのも大事なんだけどさ、結局効果じゃないって思うな。家電は高いのはクオリティ高いよね。ね、でもなんかまあバカ高いからいいっていうわけでもないと思うの。なんでもどこのものでも食べ物でも何でもそうだけど、でもちゃんと効果を感じた私はそのメーカーさんのPR ではありません。はい、そうです、 PR ではないけど、うん、そうね、加湿器の掃除のしやすさ大事ね。てかそれを怠った、掃除を怠ったことで空気がより悪くなるのは良くないもんね。確かに私が買ったそのこの部屋にある加湿器はなんだっけ、なんかアマゾンで安いやつだったんだけど上がもう蓋になってて、それパカって外したらもうそのまま水入れられるっていう、4リットルぐらい入れられるってやつ買ってて、そう掃除もそのパカッと開けて水出して洗って拭いてで終われるから楽みたいないうのは書いてあった。あんまり考えてなかったんだけど、なんか風邪ひいてた時に買ったから寝てる時に入れ替えとかビーっていう音とか鳴るのすごい嫌だったから、そう 水分量というか内容量が多いやつを買いました。ちょっとね、本当はそのシャープのやつ買おうと思ったんだけど予算的に高いなと思って、買うんだったら除加湿買いたかったから、とりあえず間に合わせで
なんかあのプライムで早く届いてほしくて、その時喉死んでて、そうそう、すぐ届いてほしかったから安いの買った。でも今使ってて 10% 以上湿度上がってるからまあいいやと思ってます。あとはあれかな、今の時期はもうあれだね、部屋干しで毎日の洗濯物に湿度を上げてもらってるわそう、毎日の洗濯物にお世話になってます。一石二鳥、わかる。え、だよね、それはそうなんよ洗濯物置きまくり、かけまくり、一瞬で乾くと怖いもん、なんかやばすぎと思って。そう、あと水飲むのとリップクリームとか、あとハンドクリームとかネイルオイルとかめっちゃ塗ってるわ最近。そういえば前も言ったかもしれないけど、その今月ネイルお休み期間やってるんですよ。そうやってないのね、取っちゃって、もう普通の指、普通の指、普通の爪なんですけど、そうやっぱずっと何ヶ月も連続でネイルしてて爪が弱々になってて、そう削るの結局あれ、そうこの長さも削るんだけど、この表面あのジェルついてたやつ、カラーついてたやつを取るのはなんかあのウィーンっていうドリルみたいなやつで表面こう削っていくのね、研磨して取ってその上に乗せていくんだけど、そう薄くなるのよ。やっぱ薄いと熱いの、その熱で、摩擦熱で熱っみたいな、たっていうレベルになるのよ。多分やったことある人わかると思うんだけど、そうなの。だからちゃんと爪薄くなってると思って、やだなと思って今月お休みしてるんだけど、そう薄くなるのよ。でなんか私はそのお店行ってポイント貯まってもらえたオイルが家にあったから、そうなんかこういうペンタイプのオイルあるからこれ塗ってる。なんかこうやってやって塗るんだけど、めっちゃ定期的にこれ塗ってる。普通にハンドクリームでもいいし、ヘアオイルの余ったやつ、爪先は足だよね。え待って、爪の先ってつま先じゃないな、なんだ、指先、指の先は指先、爪の先も指先、指の先、爪、指の先は指先じゃん、爪の先も指先じゃ、指先か、爪の時点でもう先、爪の先端は指先今急に分かんなくなった、難しい日本語、ダメだわやっぱ日本語って難しいね。
母国語一生わかんないまま死んじゃいそうだな。死ぬまでに日本語もうちょっとわかるようになりたいわ。手の指の先については指先、爪の先は足についてのみ言う。じゃあ指先しか言い方ないんだ。へえ。へえ。ためになったね。難しいね、本当に。へえ。そうだよね、つま先って足の指のことしか言わないよね、そういえば。へえ、ありがとうございました。まあ何が言いたいかっていうと、今はネイルオイルを指につけてるけど、普段朝起きた時にセットするヘアオイルを指先に塗ったりもしてるし、ハンドクリームを塗ることもあるよっていう話でした。お疲れ様でした。難しすぎまして。操船適当にオレンジの匂いでって言ってもらったんだけど、あんま好きじゃないんだよね、なんか。そう家具、そう、なんか香りどれにされますかって言われて、オレンジでって言ったんだけど、本当は別のやつが良かった。なんでオレンジにしたんだろう、わかんない、なんでなんだろうね。あ、無印に似たようなのある、あるあるある、そうそうそう。なんか思ったオレンジではないな。あ、バラあったよ、バラあった。でもバラじゃなくて何にしようと思ったんだっけな。なんかね、いっぱいあったの、種類が。なんでこんないっぱい種類あるのってぐらい種類あって、なんかわかんないままオレンジって言っちゃった。待って、たまに電車で指嗅いでる人めっちゃ見ちゃうって言うけど、指を嗅いでる人がいるの？世の中にそんなに指嗅いでる人いる？なんで？鼻詰まってる。大丈夫？私の鼻が詰まってる。ピーポー、鼻炎でお迎え。指嗅ぐ人見たことない。ネイルを見てるとかではなくね。でもなんか爪やってる時、ネイルやってる時、なんか不意に指見ちゃうことはある。なんか爪かわいいなーって。なんだろうね、あれね、わかんないんだけど、ネイルやってる人わかると思うけど、ここを爪かわいいってなるのよ。1ヶ月ぐらい同じ爪なんだけど、毎日のようになんかぼーっとしてると、え、爪かわいいってなる。そうね、視界に入るからテンション上がる。言うよね、なんかこう手がさ綺麗、爪が綺麗だとさ、自分でこう見た時にさ、視界に入りがちなものがやっぱ綺麗だとテンションが上がる。
ね、モチベ上がるよね。めっちゃわかる、そのなんかネイルがモチベになるの。そうなんよ。だからネイルしたいんだけど、さすがに今月はお休みしてます。そうそう、ネイルとまつげは本当に自己満だと思う。まつげパーマなんてマジで自己満だと思うんだけど、そういうところで満足させることによって、さっきの話じゃないけどストレスをためないっていう。そう、あー今私まつげめっちゃ綺麗に上がってる、あ今日もめっちゃ爪が可愛い、いいじゃんっていうね、自分で気持ち上げられるなんて素敵やん。本当にその通り。ヘアカラー入れると気が引き締まるも分かる、分かるって言って説得力あるでしょね、きっとヘアカラーを入れると気が引き締まりますとかテンションが上がりますっていうのは本当にその通り。靴下ね、靴下可愛いの履くといいよね。私も今ね可愛いの履いてる。クロミちゃんがシマエナガを抱えてる靴下履いてる。この前小樽に行った時、新千歳空港で買ったシマエナガをクロミちゃんが抱きかかえてる靴下可愛くない？シマエナガ可愛いよね、可愛いよね。なんかいつからかシマエナガめちゃめちゃグッズ増えたなって思って。そうシマエナガめっちゃ好きなんだけど、なんか何で好きになったかっていうと、なんかねインスタの写真だかツイッター X かの写真で白くてまん丸の鳥が流れてきて、何これって、何これって綿じゃんって思って、そう私まあ猫が好きな通りモフモフのものが好きなのよ。そうだからなんかそう惹かれちゃってよく見てて、インスタとかもシマエナガよく見てたのね私よく見るのレッサーパンダとシマエナガと猫、あと普通のパンダよく見るんだけど動画をそう可愛いって思ってたらいつの間にかグッズ展開が多くなってて、まあなんかどこからかわかんないけど北海道にいる鳥なのよね。うんでまあそうそう会えないから私はまだ実際のシマエナガに会ったことないんだけど、私がシマエナガ好きなんてことを一言も発してないのに北海道のファンの方なのかな、確か送ってくれたのね、シマエナガの靴下とかシマエナガのグッズを。可愛いってなって、そうでシマエナガ靴下をよく履きながら公園に出てたんです、最近。そうんでなんかあともうちょっと履いたら擦り切れそうだなって思っててそうつま先と足裏がもう擦り切れてしまいそうだって思ってたら、この前小樽に行くことになっていいじゃんって思って、じゃあ帰り絶対グッズ売ってるわって思い、お土産ショップに行ったらシマエナガ大量発生してたから、よし靴下を私は買って帰ろうって思ったら、もらった靴下とそれの靴下の色違いと、あとサンリオとコラボしてるシマエナガがあったから、あそれはクロミちゃんのやつ買おうと思って、なんかパステル紫みたいな感じなの。パステル紫でシマエナガが3匹いて、
黒身の頭と横にいるのと黒身が捕まえてるのがある。かわいい靴下、そうかわいいシマエナガ。お、足に忍ばせて生きています。最近は最近足に忍ばせたがりのシマエナガです。さて、チャケちゃんは何回シマエナガと言ったでしょうか。むず、数えてないけど20近く言ってる絶対。散々言った。50も言ったかな、やばすぎ。北海道では普通に飛んでるのですか。いや、見なかったから普通に飛んでないと思う。私が見たことあるやつはなんか雪の中、森の中にいた。調べてみようかな。シマエナガ生息地北海道。あ、かわいい、あーかわいい。ごめんなさい、うるさいですよね。シマエナガを見られるおすすめの場所、あ、でも意外と、え、なんか普通に公園はこれ展示されてる公園、野生ではない。あー、かわいい。見つけるのも大変みたいな感じ。あ、ほんと？珍しい感じだと思う。かわいい。観察できるのは12月から2月にかけてだって。北海道全域で観察できる。白いモフモフな方は冬だけに見られる。体長10から14センチ、体重10グラム。10グラム。ピン。ピンぐらい。こんなに小さいんだーって実物見た時に驚く人も多いんだって。日本でシマエナガを観察できるのは北海道全域、特に千歳川付近で目撃情報が多いだって。冬場は札幌とかの中心街に現れることが多いよ。街中観光している最中にシマエナガを見つけたというラッキーな人も。しかしあまりに寒さの厳しい土地では目撃情報が少ない。腹がまん丸でした。かわいい。気になる方ぜひ検索してみてください。ぜひ。ね、なんで動物ってみんな可愛いんだろう。私鳥も全然いけるので、他にもてか、なんならその辺に止まってるスズメも可愛くて見ちゃうんですよ。腹がこうやって丸くて、え、そうそう、可愛いよねって思ったら猫に会いたくなってきた。鳩も全然余裕、鳥全然好き。てか普通にインコの動画とかも検索するわ。そういえば考えてみたら、え、そう、かわいい。
鳥好きですか。鳥好きです。普通に可愛いです。幸せで終わりました。今日は乾燥しすぎなトークから約1時間半経ちましたけれども、あっという間に。皆さん、あの 1.5 時間このルームにいたことをお気づきでしょうか。 1.5 時間私のいろんな話を聞いてもらった挙句、最後はシマエナガが可愛いで落ち着きました。ありがとうございました。久しぶりに長く配信できてよかったです。すいませんね、最近なんだかバタバタしたりできない日があったりでしたけど、 1.5 時間の間に乾燥した話とシマエナガの話しかほぼ覚えてないですけど、あとは健康に気をつけていきたいと思います。はい、ありがとうございました。男女読みます。13位ゆきんこさん、ありがとうございます。12位ザクさん、ありがとうございます。11位レインボーさん、ありがとうございます。10位ヤンさん、ありがとうございます。9位ヨッピーさん、ありがとうございます。8位オノジュンさん、ありがとうございます。7位スノーさん、ありがとうございます。6位ムーさん、ありがとうございます。5位小次郎さん、ありがとうございます。4位ハーブのどあめさん、ありがとうございます。3位翔一さん、ありがとうございます。2位なべとらさん、ありがとうございます。そして1位は虫男さんでした。ありがとうございます。アイスの話もしてたね。アイス食べたくなるだろうな、お風呂上がったら。お風呂出たらアイスも食べると思うし、しょっぱいのも食べたくなると思うし、あんなに言ったのに夜中に食べようとしています。おやすみなさーい。おやすみなさーい。あんなに言ったのに。バイバーイ。自然と切れるまで待つ。おやすみ。グッナー。